お支度できた？ああ、じゃあママ、お仕事に行ってくるね。パパ、行ってらっしゃい。行ってきます、ママ。あ、ダメダメ。ネクタイを忘れてますよ、パパ。あ、本当だ。きちんとして出かけてくださいね。はいはい。本当に性のないパパね。これがその雑誌なのですが、もうご覧になりましたか？ええ、先週のゲシュタルト誌ですね。旧東ドイツの強制収容所の記事が載っていた。看守だった方が当時の所内の過酷な状況を告白していますね。その囚人たちの写真、左から3番目の赤ん坊を抱いた女性、それがルイーゼ、かつての私の妻のルイーゼです。18年前、私は身重のルイーゼを壁の向こうに残して西へ脱出してきたんです。ところが当局は私の脱出に対する見せしめとして彼女を強制収容所に連行した。それから間もなく彼女が強制収容所で出産を待たずに亡くなったという情報が東からもたらされたんです。だがこの通り、私の妻は生きていた。子供を産んでね。私はどんなことがあっても二人を探し出したい。キートンさん、お願いです。オプであるあなたの力をお借りしたい。すでにその雑誌から告白を寄せた元監視の住所を聞いております。わかりました。私でよければ。ありがとう。すぐ支度してきます。すみません、慌ただしくて。いえ。私たち、彼の奥さんが亡くなったと聞いてから10年以上経って結婚しました。でもあの人は東に残してきた奥さんと赤ちゃんのことを忘れたことはありません。3年前、東西ドイツの壁は崩れましたが、二人と再会するまで、あの人の心の壁は残ったままなんです。よーし、待て待て。私からもお願いします、キートンさん。あの人を助けてやってください。間違いありません。忘れもしない。この写真に写っている赤ちゃん、ローザはルイゼさんが入所後間もなく産んだ子です。ローザということは女の子？とても可愛い娘でした。私たち署員にとっても暗く殺伐とした収容所の生活の中で唯一の救いでした、あの子の笑顔が。牢屋から戻るとローザを膝に乗せ、オルゴールに合わせてルイゼさんは美しい声で歌っていました。いつか君は星を産む、君の星は私を照らす。この歌はローザを身ごもったルイゼに私がオルゴールと共に送った歌です。おお。その後ルイーゼとローザはどうなったのでしょうか？それが3年目の冬、栄養不足と寒さで体を壊し、ルイーゼさんはまさか。お気の毒ですが。ローザはどうでしたか？母親の死を理解しているようでしたか？わかりません。しかし2歳半のあの子は動かない母親に取りすがって泣き続けました。そしてあの日を最後に、あの子は二度と笑顔を見せなくなりました。母親を亡くしたその子を誰が世話したのですか？それが、その後突然ローザの姿は収容所から消えてしまったのです。消えた？消えたってどういうことなんですか？すいません、シュレーダーさん。私たちにもさっぱり。
ただ看守仲間の噂ではどこか養子に出されたとか、あるいは所長なら何か知っているかもしれません。冗談じゃない。確かに私は当時ホルストベルクの収容所の所長だった。しかし囚人の子供を勝手に養子縁組させるなんてことは決してない。帰り止め。待ってください、クラーゼ所長、話を聞いてください。私の娘をどこへやった？ローザをどこへやった？諦めちゃダメですよ、シュレーダーさん。他の看守だった人たちを当たればきっと手がかりが見つかるはずです。あの時ルイーゼを残して西へ逃げるべきではなかったんだ。どんなに苦しくても親子3人同じ国で生きていくべきだったんだ。18年前東ベルリンの軍の研究所でコンピューターの開発に携わっていた私と妻、そして私の助手のテレサの3人は援助組織の手で壁を越える予定でした。ところが計画が変更され、脱出可能なのは2名のみとなったのです。私が残るわ。何を言うの？残らなければならないのは私よ。いいえ、テレサ、あなたは夫の仕事にとってとても大切な人。それにこのお腹じゃトラックの下にしがみついて検問所を越えるのは無理だもの。あなたとテレサで行ってください。そんなことできるもんか。今を逃したらいつまたチャンスが巡ってくるかわからないわ。私なら大丈夫。母は強しよ。私の中にはもう一つの命があるのよ。私は一人じゃないわ。私はルイーゼに約束しました。必ず迎えに行くと。私がバカでした。東からの情報をそのまま信じ込み、ルイーゼが死んだものと思っていたなんて。そのために娘は、ローザは冷たい収容所の中で母親を亡くし、一人ぼっちで微笑みも忘れる。シュレイダーさん、あなたは先ほどの元所長宅にいらした。運転手のゴッドロープです。これは、あの収容所から強制的に養子に出された子供たちのリストです。え、はあ、ホーネッカーがソ連へ逃げ出し民衆が収容所を襲う前に、所長はこれを私に焼却するよう命じたのですが、隠しておいたのです。ありがとう、ゴッドロープさん。いや、お役に立てて何よりだ。昔強制収容所で殺された私の息子も喜んでいることでしょう。え、ローザが養子に行った先が分かった？テベリン地区の社会党地区委員長のところに養子に出されていたんだ。よかったわ、あなた。もうすぐ会えるのね、ローザに。こっちの心配はいらないわ。クララ大丈夫よ。あの子はベビーシッターのハンナと一緒にさえすればご機嫌なの。そうね、もっともっと。それもっと大きく。ウリアか。今度こそローザに会えると思ったんだが。モリッツ夫婦ならそこにはいないよ。どちらへ転居なさったんでしょう。さあね、国家のためにあんなに働いていた立派な人が家を捨てていかなきゃならないご時世だもの。娘さんもご夫婦と一緒に行かれたんですか。娘ってシャルロッテのことか。シャルロッテ、ローザという名では。おそらく養子に来て名前を変えさせられたんでしょう。シャルロッテおかしな娘だよ。
町一番の名士に何不自由なく育てられたってのに、あの娘と来たらちっとも養父母に馴染もうとしないんだ。友達とも遊ばず、一人で木の下でオルゴールを聴いているばかりで、笑顔一つ見せないんだから。可愛い顔してるのに。そしてとうとう5年前、あの娘が13か4の時、とんでもないことをしでかしたんだよ。とんでもないこと？恩知らずが養父のおもりつさんにひどい怪我を負わせて飛び出していっちまったんだよ。いつか君は君の星は名乗らずに帰ってもいいと思っていたんだ。ローザが幸せに暮らしていたなら。なのに。ローザは幸せどころか養父に傷を負わせ飛び出していっただなんて、一体なぜそんなことを。きっと彼女は私には思いもよらないほど辛い思いをしたに違いない。その原因は私なんだ。彼女はずっと苦しんでいたんだ。私が君と結婚し娘のクララを得、幸せに暮らしていた間もずっと私は取り返しのつかない過ちを犯してしまったんだ。そんなことないわ。あなたはいつも精一杯生きてきたわ。それは私がよく知ってるわ。ありがとう、テレサ。君には感謝してるよ。ルイーゼが亡くなったという知らせを受け、生きる意義を見失った私を支えてくれたのは君なんだ。しかし私は苦しんで当然なんだ。あの二人を見捨てたんだから、どんな報いを受けても当然なんだ。あなた、あなた、何があってもローザを探し出してくださいね。だってローザは私たちの、このクララの姉なんですもの。テレサ。もしもし。ああ、キートンさん。いえ、構いませんが。え？なんだって？ありがとう。今行く。キートンさんがつい最近までローザと付き合っていた友達を見つけてくれた。まあ、テレサ、今度こそローザを見つけてくるよ。どうやら殺じゃねえようだな。あんたらローザの何なんだい。西側の親戚筋の依頼で彼女を探しに来てるんだけどね。親戚だ？それじゃあその親戚に言っとけ。この傷の落とし前はつけてもらうってな。可愛い顔してとんでもねえ女だぜ。笑いもしねえで寂しそうにしてるもんで、優しくしてやろうとしたらこれだ。ほら、これ。うわっ！クレット、あんたなんかに何がわかるってのよ。ローザはね、あんたみたいなチンピラの何百倍も辛い思いしてんだ。大体あんたがいやらしいことしようとしたんだろ。ローザを引き取ったタコ親父みたいにさ。なんだって。養父が。それでローザさんが今どこにいるか教えてもらえないかな。知らないよ。半年前にいなくなってそれきりさ。また行き止まりか。これは
ローザの置き土産さ。あの子が別れ際にくれたんだよ。捨てるなり売るなり好きにしてくれって。それはいつのことだい？その人が新聞に出た番だよ。あの新聞、西で事業に成功した人ってんでその人が出てたんだよ。ローザがそれを見てね。あんたローザの父親だろ。昔あの子と母親を捨てて若い女と西へ逃げたんだって。あの子の母親が死んだのも全部あんたのせいだって恨んでたよ。自分と母親の分まであんたを不幸にしてやるって言ってた。あの新聞見た時あの子初めて笑ったんだ。あんなすごくて素敵な微笑み初めて見たよ。ゾクゾク来ちゃったね。ローザの写真持ってないかい？自分の娘もわからないのかよ。これがローザだよ。そんなまさか。いや、間違いありません。しかし、これはクララのベビーシッター。こんな近くにいながら私に名乗りもせず髪まで染めて。自分と母親の分まであんたを不幸にしてやる。早く撃ち。しかし、あれ、パパとママのお人形お家に置いてきたのかな。じゃあ私たちがお人形の代わりになろうか。え、今日は私たちがパパとママになるの。いいよ。クララがパパをやるのよ。うん。あなた。はいはい。ネクタイを忘れないように。さあ、おいで、シャルロット。パパが大人の楽しみ方を教えてやろう。いや、怖がらなくていいんだよ、シャルロット。いや、お前の父親は今頃壁の向こうで若い女とよろしくやってるんだ。やめては星を生む。君の星は私を照らす。その歌は。パパがね、一番大事な人に送った歌なの。ハンナにも教えてあげるね。一番大事な。いつか君は星を生む。君の星は私を。そう、ハンナ歌覚えるの早い。たとえ。あ、パパ、おかえりなさい。パパ、あははは。
星は明るい。君の星は未来の星。ローザ。彼は遥かな昔から人間の友人だった。我々と共に戦い狩りをした。我々を見守り安らぎを与えてくれた。だが忘れてはならない。彼がひとたびその牙を向けば人間などたやすく葬れるということを。彼は地上最強の戦士なのだから。次回、長く熱い日。